日本共産党の高峰政権です。まず冒頭に今回の豪雪被害で亡くなられた皆様方に心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、新燃岳噴火災害において被災された皆様方にお見舞いを申し上げたいと思います。で、私たち、日本共産党も新燃岳の噴火災害対策本部を作りまして、政府に申し入れを行うとともに、現場には私と高橋千鶴子議員を含め調査活動をしてまいりました。さらに今もですね、被害の状況、そして立ち直るのに何が必要かということでの調査活動を地元で継続して進めているところであります。で、私最初に松本大臣にお伺いしたいんですが、今度の新燃岳の噴火災害というのは3つの特徴があるんじゃないかとこのように実感いたしました。一つはこの降灰の量が降灰と政府はおっしゃっているようですが、地元降灰という、でその降灰の量が桜島の活動が活発であった昨年1年分の100倍と言われるほどに膨大な量になっており、その結果雨の予報があるたんびに避難が繰り返され、高齢者はもちろん住民や自治体職員も疲労困憊の状態にあるという点です。もう一つはやっぱり宮崎は去年の高低益、そして豪雨災害から再建に向けて取り組み始めた矢先に鳥インフルエンザの発生と合わせて今度の火山と、これらが同時進行で被害が拡大しているということですね。その結果地域の関連産基幹産業である農畜産、その農業や畜産などの産業に被害が集中し、その産業のその今後の方向がですね、ある意味地域の存亡に関わってくる深刻な事態が生まれているんじゃないかと思うんです。こういう状況の被災地に対して政府が取るべき姿勢として、私は確かに今ある使える制度はすべて活用し活用し尽くすこと、同時に実際に求められているのは実際の被害や立ち直ることについての支援のあり方についてですね、仮に現行の制度になかった場合であっても知恵を尽くして実現に努力すると、こういうことが求められているのではないかと思いますが、松本大臣のご意見を聞かせてください。松本防災担当大臣。お答えをいたします。今3つの特徴と言われました。そういう意味では降灰の量が、私は桜島の100倍とは知りませんでした。行ってみてびっくりしましたけども、すごい量であって、もう次の日に東京に帰ってまいりまして、トリフルの問題も知事から訴えられましたし、去年の高低益、さまざまいろんな意味で宮崎がきつい思いをされているということも今合わせておっしゃった通りだと思います。すぐ高原町の方が牛にマスクはかけられないというふうに言われましたけれども、まさに牛や豚や鶏のことも気になりながら避難をしていかなければならない、そういう合わせていろんな
ことが重なっていることに対して私たちもできることをできないことありますけれども、しっかり対策を取っていきたいというふうに思っております。今おっしゃったように、新しい知恵を出せということがありましたら、私どもも皆さんのお力をお知恵をいただいて考えてまいりたいし、いずれにしても火山噴火予知連絡会、これからまだまだ予断を許さないということを言われました。そういう意味ではそういったことも含めながら、関係省庁とこれはもうしっかり連絡を取っていきながら、万全を尽くして取り組んでまいりたいというふうに思っております。委員長、赤嶺君。それじゃあちょっと具体的な課題について伺いますが、災害救助法の問題であります。ご承知のように避難先から自宅に戻ったと思ったらまた避難しなければならない。ついこの間避難騒ぎがあったばかりなのに、とかですね、家族を車椅子を押して避難させなければならない、あるいは私たちが高原の避難所に行った時も避難場所の体育館ではずっと座っていないといけないので腰が痛い、ベッドがあれば横になれるのにと。確か奄美の豪雨の時は避難所にベッドも用意され、そして診療のドクターも おられたんですけれども、そういう声ですね。あとですね、避難所に行けつったって自分の父親はもう高齢でとても避難所暮らしはできない、避難所に行けと言われたらもう入院する以外にないんだとかっていう悲痛な声も聞かれました。介護が必要なので、安心しておられる介護施設に避難させてほしいという切実な訴えもありました。で、自治体が避難を今促しているということは、住民の安全を守るため避難することが必要だということであるわけですね。放置すれば多数の住民が危険にさらされることになるという認識があるから、大変無理していただいているけれども、やっぱり避難していただこうという判断に立っていると思うんですよね。で、そこで伺いたいんですが、県が多数の住民が避難を必要としていると判断し災害救助の適用を決めれば適用できるんですかということと、災害救助法が適用されれば介護施設などの社会福祉施設や温泉施設を災害救助法に基づく避難場所として活用できるかと、この2点について伺いたいと思います。厚生労働省清水社会援護局長。ご指摘のとおり、災害救助法は現に被害が出た場合、あるいは多数の方が生命身体の危害を受ける恐れがあって応急救助を要するような場合という場合に都道府県知事が適用を決定するものでございます。都道府県知事の判断で行っていただくものでございます。で、現状私どもどういうふうにしているかということでございますけれども、災害情報連絡室設置しまして情報収集、地元との連絡をしているところでございまして、現在はお聞きしておりますところ、宮崎県庁では今後噴火警戒レベルがレベル4あるいは5に引き上げられた場合でございますとか、土石流が発生して人家に被害が発生する恐れが生ずるといった場合には災害救助法の適用を検討するという考えであるというふうに伺ってございます。その点につきまして今後とも連絡を密にし情報収集を努め、よく適切な助言を行ってまいりたいというふうに考えてございます。それから避難所の件でございますけれども、一般的に避難所は空きスペースのある公共建築物をお使いになるというのが一般的でございます。ただこれはいずれにしても現に避難所を設置されます地元自治体のご判断
ということになるわけでございます。まあ、様々な例がございます。一時的に特に要介護で在宅で療養されている方を特別養護老人ホーム等で受け入れるといったような例も過去あったかと思います。いずれにしましても日頃より情報収集に努めた上で市町村が適切にご判断いただく、私どもはそれを支援していくという形かなというふうに思ってございます。委員長。赤嶺君。はい。次に、ちょっと時間がありませんので農業の問題で、伺いたいんですが、これ、委員長理事の皆さんのご理解を得まして、原木しいたけの灰がかぶりまして、で洗った後のしいたけなんですが、洗っても洗っても原木の灰も完全に落ちないし、しいたけももう灰が中に染みついていて、絶対に食べてはいけないよと言ってしいたけ農家から渡されたものですが、もう壊滅的な被害ですね。この農家はこれで収穫ができなくなって被害額で1000万とこう言っておりました。再起不能を放っておけばですね、そういうような深刻な表情でありました。でキャベツ農家の話を聞いたんですが、2月から4月に出荷予定がほぼ壊滅です。被災前には300ケースから500ケース出荷してたけれども、現在は5ケースから10ケースで、融資を受けようにも保証協会に当座預金の保証をしてもらっているので、二重の保証はできないと農協に言われたと。それから高原の町長に、お会いしましたら、高原町は11個305頭の牛を避難をさせておりました。避難所小林市の競り市場に92頭だったんですが、町長はですね、高原町には5000頭の牛が肥育されていると、その牛の避難場所の確保に懸命だ、町の存亡に関わる、日本の食料基地を守るために、手厚い保障と支援をというのを強く訴えておられました。高堤駅にもそうだったんですが、すべての牛を殺処分して、殺処分してゼロからのスタートじゃない、支援がないとマイナスからのスタートになると。で今度の農業もですね、これだけの壊滅的な被害を受けているわけですから、農家に新たな不安をさせる負担をさせることなくですね、やっぱり、農業と地域が食料供給基地が守られるようにするためには、私は、これは都の城市からもですね、高原町からも強く訴えられたことなんですが、農業の被害に対する、補償、これをぜひですね、国として検討していただきたいということでありました。この点についてどうですか。田辺農林水産大臣政務官。まず赤嶺先生、そして高橋先生、現場に行って実態調査をされて来られたということで敬意を表したいと思います。先生がお話しされているとおり、その地域の農業が大打撃を受けているということで、さらに私たちもその実態把握にしっかりと努めていかなければならないと考えています。さらには先ほど来申し上げてきましたけれども、公開被害農家への支援ということで、まさに現場の現地の要望というものもしっかり受けていかなければならないというふうに考えています。
現場のその要望というものも踏まえつつ、活動火山対策特別措置法に基づく防災への対策への対応等とともにですね、国の既存の対策を活用した営農継続に対する緊急支援というものを実施することにいたしました。これについては2月の8日公募いたしまして、直ちに翌日から説明会で周知をしているところであります。できるだけ既存の事業もしっかりと農家の皆さんにどういう支援があるのかということも知っていただきながら大いに活用していただきたいと思いますし、この緊急支援の補助率でありますけれども、できるだけ農家の負担にならないようこの軽減を図るため補助率は3分の2といたしましたところです。ぜひご理解をいただきたいと思います。委員長、赤嶺君。既存の制度をフルに活用することはこれはもちろん、必要なことでありますが、この制度を活用したらあの地域が再建できるだろうかと、農業が本当にこれからもやっていけるだろうかと、現に私たちが町長とお会いしているときにもう町長のところに2軒畜産農家が廃業したいということで顔が真っ青になってたんですね。だから既存の制度や特措の制度だけでは、十分ではないと。やっぱりもっと先ほどおっしゃいましたけれども、現場の農家が何を必要としているかというところからですね、対策を取っていただくことを強く、要望いたしまして、時間が来ましたので質問を終わらせていきます。どうもありがとうございました。